ロードマンコルモブリジストンロードマンはブリジストンサイクルから販売されていたスポーツ自転車のエントリーモデル。1974年より発売開始された入門者向けスポーツ自転車。少年漫画雑誌の裏に広告が掲載されることが多かった。セミドロップ車よりも高い年齢層を対象としており、ロードレーサーやランドナー、スポルティーフなど、 ドロップハンドルの本格的スポーツ用自転車へ目を向けさせるきっかけになった。ブリジストンサイクルの歴史を代表する名車種として知られる。しかし後の各用途に特化させたそれぞれの車種に道を譲り渡す形で1999年に生産と販売を終了した。数タイプのベースとなるスタンダードモデルをラインナップし、多数のオプションパーツをユーザーが選んで、 自身に最も使いやすい自転車を作り出すことができた。通常高額となるオーダーメイドの自転車ではなく、一般的な普及価格帯のモデルで実現したことが特筆される。ロードマンのヒットから他社も追従し、宮田カリフォルニアロード、松下タムタンロード、丸石ロードエース、富士フェザーコンポなどが販売されていた。各社仕様はほぼ同じであり、このカテゴリーの自転車は、 車両本体定価が49,800円に設定されていたことから、俗に4キュッパと呼ばれた。このセミオーダーと言えるコンセプトは、レーダックテーラーメイドに引き継がれた。ありがとうございます。